皆さんこんにちは、もじゃいだチャンネルです。今日はですね、ルミックス G9 Pro Mark II の方と、久々にこのレンズで撮影してきました、ライカ DG バリオエルマー 100mm から 400mm F 値 4.0 から 6.3 Mark II ASPH Power OIS、カワセミの撮影をですね、この、組み合わせで本当に撮影するの本当に久々です。まあいろいろこのレンズありました。今回はですね、2倍テレコンの方は使わないで、正真正銘この100-400のこのレンズ1本だけで撮影してきました。現地に行ってみるとですね、カワセミの方いました。コカワセミの方もですね、すくすく成長していまして、全部で5匹ぐらいいたかな。本当にカワセミが、5匹その一定の地域にですね、本当はこう結構カワセミって縄張り争いが激しいんですけども、この親子と思えるこの、カワセミ5匹がですね、本当にいてくれました。でなおかつこのコカワセミの方がまだ人間にこう、なんていうんでしょう、警戒心を持っていないんですね。本当に近くで、撮影することができました。カワセミ、美、美しいと書いて美ですね。その勇姿をですね、スチールの方と動画の方両方撮影することができました。カワセミの子供というのはですね、なんていうんでしょう、ちょっとこう薄いっていうんですかね、胸元もあのオレンジの部分が黒いというか薄いというか、あのそれで親とあの、子供っていうんですかね、コカワセミの違いっていうのはなんとなく分かってきました。でやはりですね、コカワセミの方が近くの枝、例えばこの今の写っているですね、こういう人間に結構その、なんて言うんでしょうね、パーソナルスペースっていうのがあると思うんですけど、それに入ってくぐるぐらいのものすごく近い、ところにこう入ってくるんですよ。親のカワセミはまず入ってこないですかね。ご覧ください、もうすんごい至近距離なんですよ。あのこのレンズで一番初めにあの撮影した時の、カワセミの写真もですね、ものすごく近くに来てくれたんですが、今回はそれ以上でした。本当にですね、この動画も、スチールの方も2倍テレコン使っていないので、正真正銘 G9 Pro Mark II の方と、このライカ DG バリオエルマーの100-400の Mark II、これだけで今撮影しております。ものすごく解像度が良くて色が良くて本当にラッキーでした。で親のですね、カワセミの方と、あこれコカワセミですね、これ胸元がちょっと黒いっていうんですかね、あの鮮やかなピン、あのオレンジじゃないですよね。これであの子供とあの親の違いっていうのが分かるんですよね。たまたまお昼近くに行ったもんですから、結構これ今逆光になっちゃってるんですよ。逆光になる側面しか歩けなくて、その逆光の方しかこう撮影ができない。まあちょっとそれが悔しかったんですが、まああのライトルームの方もですね、補正の方でまあなんとかですね、現像の方してなんとか 見れる写真にしております。本当にこの一定の地域に、カワセミの方がこういるんですよ。てんてんてんという形で、こう喧嘩せずにですね、多分親子もしくは兄弟という形だと思うんですよね。いかがでしょう、ほら今背面にカワセミがこう飛んだと思うんですけど、本当に兄弟で飛び合ってるっていうんですかね、喧嘩もしない でたまにこうピーピーピーって鳴いて、お互いにこう、なんていうんでしょう、場所の確認っていうんですかね、そういうことをしてるんですよね。でこんだけいるのに、この池に飛び込むカワセミが結構少ないんですよ。やっぱり今親から狩りを教わってるのかな。結構ですね、飛び込むところの撮影っていうのができなかったんですよね。まあこういうですね、なんていうんでしょう、なかなか撮れないしスチール写真って言うんですか、カワセミとの、これが本当にこの2倍テレコンを使わずに
ここまで取れるっていうのは、本当に今回は良かったです。まあ、これ逆光だったんで、シャドウの方とですね、露出の方を調整しているんですが、まあ、それでもですね、こんだけ美しい写真の方が撮れております。これ今、3倍にしてお送りしてるんですが、これ実際の映像なんですよ。これは動画の方で撮って、で、動画の方を停止させて、スチールで撮ってっていうのが先ほどの写真なんですね。で、それを、まあ、シャドウの方と露出の方ですね。で、先ほどの写真にしてある。まあ、そういう感じなんですよね。どうですか、この解像度。本当にですね。もう、親になっちゃうと、やっぱり自分のパーソナルスペースっていうのを持ってて、なかなか近くに寄ってくれないんですよ。なもんですから、まあ、しょうがない2倍テレコンを使うとか、まあ、そういう選択肢になってくるんですけど、本当にこの時期だけ、コカワセミの方が、本当に近くにいてくれてですね、もう近寄って撮影ができると。で、これわざとですね、400の方は使わずにですね、まあ、広角の方ので、今のものをこう撮影したり、これはもう400ですね。35ミリか、3800ミリで今撮影しております。なかなかこの距離、本当に撮影できないですよ。これ 4K120p の50%のスローモーションです。いいですよね。こう羽ばたくところ、これを50%のスローモーションで、なかなか鮮明に、まあ、要は 60p ということで、今お届けしてるんですよね。50%のスローモーション。こういう感じなんですよね。どうですか？本当にですね。この木も、本当にこう、5メートルもなかったかな？どうだったかな？あ、でも AF のリミットをやってるから5メーター以上か。まあでも、それに近いぐらい、本当に近い距離だったんですよ。これもですね、本当に近い距離に、カワセミの方がいてくれました。いかがですかね。ものすごく解像度、この映像。本当に今回、サムネイルにも書いたんですが、美、美しいですね。もう美っていうふうに表現するのも、もう本当にそれが当てはまる。まあ、そういう動画が撮れたかなと。で、こういう形で飛び込んでくれるかなって待ってるんですけど、ダメなんですよね。親の時には結構バン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 言ってくれたんですが、コカワセミが3匹か4匹いると思うんですけど、飛び込んでくんないんですよね。本当にですね、近くにいてくれるのはいいんですけど、やっぱりですね、こう欲が出てきて、飛び込んでくれっていう そういうことが多かったんですよね。で、今回初めてですね、G9 Pro Mark II の方と、まあ、このレンズを使ってですね、初めてオーバーヒートっていうのを体験しました。まあ正味3時間ぐらいの撮影だったんですが、3時間のうち2時間ぐらいがずっと撮影だったんですね。動画で撮影とか、スチールの方で撮影っていうような、まあ、先ほど言ったですね、飛び込むところを撮影したいもんですから、定点で結構10分、15分長回しするんですよ。で、そういうことを、で、なおかつ 4K120p なんで、そういうことをしたらですね、画面の方に、オーバーヒートを気をつけてくださいみたいなマークが出てきて、初めてストップされました。あ、やっぱり、なんつうんですよね。結構直射日光で暑かったもんですから、まあそれもあって、まあそういうことが起きたのかなっていう、まあそれもいい経験でした。まあそういうことがないようにですね、やっぱり、この G9 Pro Mark II の方にはファンをつけてほしかった。まあもしかそれができないんでしたらですね、まあ今後期待される、GH7、 これがですね、なんとかですね、発売されないかなと、まあそういうふうに思ってるんですよね。本当にそれ期待してるんですけどね。まあでもご覧ください、本当にこれ間近ですよ。間近で本当にカワセミいてくれて、本当にですね、美しく撮影できたんですよね。で、結構やっぱこう飛ぶためのこう練習をしてるんですかね、結構こう枝に止まって羽ばたいてくれる時が多かったんですね。なもんですから、先ほどのような4K120p の方で撮影して、それをスローモーションにしてお届けできるみたいな、まあそういう場面が撮影できたんですよね。これもこうバタバタこう
飛びあのこう羽ばたいてるところをあのスチールの方で連射でできたものですから、まあ、今回のサムネイルに、まあ、使わせていただいたと。本当にですね、こかわせにようやってくれたみたいなそんな感じなんですよね。これもいつかこう飛び込んでくんないかなって結構回してるんですよ。これ5分以上ずっとこのままで待ってるんですけど、飛び込んでくんないんですよね。こう網のところにこう行くんですよ。でこれご覧ください、3匹いるんですよね。カワセミの方がどれか親なのかな、まあ、そういう形で結構やっぱりこう幼生、カワセミの幼生の時にはやっぱりみんな近くにいるんですかね。まあ慣れてるっていうのはあるんですかね。これからこう縄張りっていうんですか、そういう意識が出てくるんですかね。多分これ奥にいたのは親かな、オレンジが強かったんで。これはもうコカワセミですね。完全にあの胸元がこう黒いので、で分かりますよね。全然あの警戒心が薄いっていうんですかね。本当に撮影が楽、ただ飛び込んでくんない飛び込めって思ってるんですけど飛び込んでくんないんですよ、だからもうずっとこう何ですかね、こう止まってくるの、ものこれご覧ください。こんだけ鮮明な、もうものすごい解像度がない動画が撮影できるんですよ。この G9 Pro Mark II の方と、このライカの方のですね、100-400 の Mark II の方の、このレンズで、ここまで巨大に。いやー、本当に今回はですね、本当に1回目以上に、感動と、なんていうかね、まあ1回目も本当に感動したんですよ。これ本当に俺が撮影してる動画なのかと思うぐらい解像度と色が良かったもんですから、まあ今回もですね、それにこう負けず劣らずっていうんですかね、まあ、そういう映像が、まあ、録画できたかなというふうに思ってるんですよね。これもですね、頼む、魚を見つけて飛び込んでくれ、あ、飛び込んでくれた、これだけですよ。この1回だけだったかな、もう1回ぐらいあったのかな、いや今の1回ぐらいだったんですよね、飛び込んでくれるところが。これも今待ってたんですけど、これもダメなんですよね。この後ですね、やっぱり10分か15分ぐらい長回ししていたところで、結局はオーバーヒートっていうところで、まあ帰ったみたいな、そういう感じだったんですよね。まあ次回はですね、もしこのレンズでまた撮影することができれば、飛び込むところを撮影したいと思っております。さあいかがだったでしょうか。ルミックス G9 Pro Mark II の方と久々にこのレンズで撮影してみました。このですね、ライカ DG の方の100-400の Mark II のレンズ、本当にですね、これからもですね、このレンズと G9 Pro Mark II の方で撮影の方はしていきたいんですが、まあ、ちょっとですね、来週ちょっとあるですね、会議といいましょうか、説明といいましょうか、まあ、そういうことがあります。まあ、また後日これが説明できればと思っておるところなんですけども、まあ、動画の方ですね、またご紹介できればと思っております。本当にですね、この色を見てください。本当にですね、もうこれはもう神の組み合わせですね。もう名コンビですね、この G9 Pro Mark II とこの100-400、この持っていくときにも軽いですし、本当に三脚につけててもフルサイズと比べて軽いですし、本当に操作し合いですし、しやすいですしね。本当にもうこれご覧、本当に解像度いいですよね。まあ今度ですね、まあ、これ、関東なんですが、本当に今度は地方に行ってですね、他の、ところにいるカワセミだとか野鳥だとか、その実力をですね、存分に発揮できる、まあ、撮影の会をですね、また設けたいと思っております。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよろしければグッドボタンの方とチャンネル登録よろしくお願いいたします。カワセミ最高。